解説担当のゆっくりヨウムダーミョン。聞き役兼ツッコミ担当のゆっくりマリサだぜ。同じくゆっくりレイムです。皆さんよろしくね。今回のお約束はいかだミョン。わかったぜ。ほうほう。後人者の後人者不文庫シリーズ、だミョン。おお。2003年5月14日から2021年8月24日、つまり今でも刊行されているね。実に18年以上だよ。そして、巻数がすごい、なんと1232巻だよ。すげえ。そうなんだよね、まだ刊行しているんだよ。で、全巻持っているのか。いや、無理。とてもじゃないけど、ソロはないよ。50冊強しか持ってないね。なんだご程度か。正直今から全部揃えるのってしんどいよ。ただ、今までと違って廃刊になっていないので。揃えることは不可能じゃないよ。すごくお金かかるけどね。どれくらい？ざっくりだけど中古で1冊100円程度。ということは軽く10万超えるんだよ。それもヤフオクとかだと束で売っているんだけど。自分が持っているものもあるから、重複して無駄な費用が増えるんだよね。ああ、確かに自分の欲しいものだけは難しいよな。そんなこんなでおそらく揃えるとさっきの3倍は必要かな。そもそも今そんなに読む時間がないので、後でいいやって思っている。なるほどなるほど。では内容だけどね。マージの大きさは普通だね。特に大きくも小さくもなくだよ。写真やイラストも普通に使われているので、読みやすい方だと思うよ。なんか、普通な評価だな。新しいからなのかな。全く読みにくさはないね。今時の本を読んでいる感じだよ。まあ21世紀になって出版されているシリーズだもんな。そういえば昔の本は字が小さいよな。あれってなんで？単に読みにくいという意見があったかららしいよ。新潮文庫を例にすると、現在は 9.25 ポイント。1914年の創刊当時は 7.5 ポイント。戦後から1982年頃までは8ポイント。以降段階的に 8.5 ポイント、9ポイント、そして現在という感じらしいよ。だから70年代の本だと今より 15% 小さいからね、1ページあたりの文字も多いと思うよ。なるほどね。そもそも昔の本は3段構成とか2段構成とか多いみょん。今見るとめっちゃ情報量が多いんだよ。別に数えたわけじゃないけど、70年代の本と今の本って、1ページあたり2倍以上の密度の差だと思うよ。話は戻って本シリーズだけど、全体として要所だと思うね。何がすごいって1000冊以上あるので、大体欲しいものが揃うね。他の解説で話をした絶版と思われるものも、この出版社から刊行されているものがあったよ。それは嬉しい話だね。絶版は悲しいからな。全巻揃えることを考えるのではなく、読みたい本を探すという感じでいいんじゃないかな。で、自分は揃えるのか？揃えるだろうね、きっと。バックナンバーに空きがあるのって気持ち悪いからね。わかるけど、読めるのか？読めるんじゃないかな。多分。そんな感じで今回はあまりシリーズそのものを紹介していませんが、本シリーズのバックナンバーは説明欄をご確認ください。動画本編で1000冊以上話すと寝るよ、絶対。なので各自見てください。確かにリストを羅列されてもって感じだよね。何度も言いますが今一番手に入りやすいね。前回の航空戦士シリーズも中古でかなり手に入りやすいけど、本シリーズはそれ以上に手に入りやすいね。ただ、コンプリートを目指すと茨の道になるんじゃないかな。と思うよ。そんなこんなでざっくりした紹介になりました。最後になりますが、戦争では多くの方が亡くなられます。そこには正義も悪もありません。どちらにも信念があり、理由があります。そういうわけで、お亡くなりになられた全ての方々に敬意を表します。一同敬礼。敬礼。ということで今回は以上となります。まだまだ不慣れなところがありますが、チャンネル登録、いいね、コメントをいただければ幸いです。それでは、皆様、まったねー。